はい、どうもイニです。じゃあ続きやっていきましょう。まだ9章だよね。カルマール湖を倒して終わりなんかな。うん、来たな。やべえな。え、ここはいつの間に外に出ちゃったの？驚いたか。オプスキュールごと空に転移したのだ。オプスキュールの目覚めに必要な妖力はあと少し。諸君らに残された時間は、あの鐘が5回鳴るまで。5回目の鐘がパリに鳴り響くと、眼下に広がる全てが消える。ああ、そういう縛りか。いきなりあと4回なんだが。あと4回よの。グズグズしている暇はないぞ。何ターンで4回なんだろう。オッケー、よし。ちょっと待って、なんだこれは。捕獲ユニット、触手。1500。これはフレームアロー、フレームアロー、フレームアロー、コールドアロー、コールドアロー、コールドアロー。わかりましたんで、クリを自由にする。よっしゃ、行こう。無理だ。ダメだ、攻撃できない。どうすっかな。これ耐久どんぐらいだっけ。150か。よし、撃つか。撃つか。よっしゃ、行こう。ほら、まずは接近。嘘。あ、やっべ、一旦足んなかった。行ったと思ったんだけどな。この戦いを貴公に捧げよう。しゃ、しゃ、行くぜ。わあ、行けるべ。今こそ目を覚ませ、ユリーネプチューン。強っ。チェックメイト、素晴らしい式だ。絶対使う場所間違ってるけど、一緒。
最初出だしで的にされるよりは。オッケー。大神さんの指揮って神業ですね。いい。ん？脇から行かないといけないのか最初。花火。みんなちょっと待って、うん、よし、隊長バッチリ儲けさせてくれよ。 OK、 流れ的にこうかな、三々で。触手動く。安い。そっちの人来てくれると助かるけど、結構やるよ。どうなってんだこの触手。え、動けなくなるやつ、そういうことか。コクリコやられるとめんどくさいな。結構範囲広いからコクリコ。ここであれか、超費使うべきだったのか。別に使わなくてもいい。うん、100か。はい、後部車は動けなく、うん、耐久値を奪われちゃいます。マジか。わかりました。守り、うっそ、届くの。どうしましょう。まだ早いよな。エリカ助ける、とりあえず。ん？どうすりゃいいんだこれは。エリカくん、レッツゴー。84。貴公に狙われるとは運の悪いやつだ。触手、これどうすりゃいいんだ。ビリビリなってるけど。一回攻撃。なんとも言えねえな。クリッコ。ドン。ここで超飛だったな。ほら。うわ。めめめめめめ。一郎の声は僕に力をくれるよ。もう一回やっちゃうか。うん。一郎の声は僕に力をくれるよ。どうしよう。待機。これどうなんだろう。これなんかまず外堀から行きたいんだが、まず一回溜め。
砕けろ。やっちゃっていいべ。うん、OK。 チェックメイト。ふぅ、これなあ、64守れ。花火、大神さんのお望みのままに。よし、行け。ドン。1残りやがった。あなたのお役に立てましたか。 OK。 ふぅ、ゆっくり守らせるべきだったかな。ロベリア、よし、ここだ。ロベリア一回超引っ放そう、うん、こいつ来るだろう。あ、そっち？また？マイルド来るか。どうなるんだこいつは。来なかった。あ、入っちゃってる。うん、やるじゃねえか。期待しているぞ隊長。オッケー、行くぜ。うーむ、おう、はい、お、こっちこっち、どっちどっち。47、はい、31、くっ。微妙に苦しいね。うん、ここは、あ、出ないのか。うっす。ちょっと離れる、この辺。OK。入らねえな、ギリギリ。うーむ、大神さんの指揮って47、守っとけ。ロベさんは、うーん、あ、花火か。よし、もうちょい撃っとけ。オッケー、あなたのお役に立てましたか。これいいな、これな、うん、よし、ロベリア隊長、バッチリ儲けさせてくれよ。よっしゃ、行くぜ。巻き込み、これで行こう。あ、
あっちのやつには 入んないのかな。これを起点として、どっちかしか入んないか。よし、じゃあこれでいこう。地獄より来たれ災いの子、朽ち果てろデモンファルチェ。ドーン。うわ、耐えるか。下当たってね。よし、いい式だな。守る。参るぞ。来るか。うわ、やばそう。そっち？闇に閉ざされし冥界の門よ、我が前に開けや。カチモンズじゃ。おお、やる。さすがボス。にゅるり。来るか。開いた。八。オッケー。10。そうか、そっちが減るのか。貯める。次でちょっとパナすぞ、うん、グリが来れるはずだから。イチローの声は僕に力をくれるよ。どうしようか。ここでとりあえず貯めるか。よし、一回パナすぞ。これ巻き込む。違う違う。オッケー。我が魂に応えよ。我らが前に道は開ける。とどろけブルーラドンバレ。ブワー。オッケー、つえー。一回、あと3回か。1回で半分溜まるんだ、グリシーヌ。あ、そういうのもあるのか。なるほど。いくぞ、総攻撃だ。お、チャンスです。分かっている。いいね。ぬおわうい。花火。じゃあ撃つぞ。北王子花火。二の舞。ポンポン。昔のギースを思い出すな。落下低調。ズキューン。オッケー。止めて。やっぱあれだ、グリがちょっと、うん、あれだ、多いな。なるほど。よし、ロベリア。ほら、押した。
OK。 3ターンぐらいで1回なるのかな。世の望み諸君らに止められるかな。ロベリア、一体ロベリアに何の恨みが。そっちばっかだな。回復だな次、貯める。大神さん全然たまらん。なぜロベリアの方に。いけるだろう、わかんないけど。うわーっつってん、あ、止まった、すげえ。うマジか、あと2回。クリシーヌはいけるのか、まだカバーつけてるからいいや。攻撃でいけばよかった。エリカ、ロベリアがな、ちょっとあれなんだよ。ブワーするかな。よし、やっとけ一回。せっかくだから使っとけ。光あれ絶対早かった気すっけど。金あと2回。やべえ、マジで意味なかった。チャンスです。分かっている。ドゥーン、やめる。やってしまった。よし、行くぜ。花火。ふう。お。クリシーヌ、任せろ。ふう。やばいかもしれん。大丈夫なのか、時間。隊長、バッチリ儲けさせてくれよ。よっしゃ、行くぜ。ほら、あ、発動してなかった。何をしているんだ。地獄より来たる災いの友。朽ち果てろ、デモンファルチェヌン。オッケー、いいダメージ。もう貯めなくていいかな。もう貯めなくていいだろう、さすがに。どこ、どこに来る。なんでロベリー。閉ざされし冥界の門よ、我が前に開けや、カチモンズジェーン。カバーにした意味がね。なるほどなるほど。37、安いな。大神さん、間に合うかな。これ間に合わなそうだな。楽した方がいいかな。もうグリシーヌで楽した方がいいのかな。あれ、あ、やべ、また発動してね。9ですわ。
やべえ、あと1回。もう撃つ、はい、こっちこっち、どっちどっち、やるしかねえ、はい、オッケー、守りすぎだ俺は。さあ行くぜグリシーネ。荒ぶる海の守護者、今こそ目を覚ませ、ユリーネプチューン、邪魔だ、あぶねえ危なかった。あの時諸君らを見逃したのが間違いだったなど認めぬぞ。完全にフリーザ様だ。おざくでないわ。オプスキュールの揚力はすでに臨界点を超えておる。こうなれば諸君らも道連れだ。世のオプスキュールもとパリを爆破してくれるわ。おお、元気玉だ。私たちの思いを届けて。一郎、やってー。わあ、熱い展開だぜ。おお、頼んだぜ隊長。いいなぁ、ロベさんがなんかだいぶやっこくなったな、本当にこの人は。お願いします、大神さん。隊長、勝利をつかむのだ。熱い、まさかこの世がただの人間の時に倒されるというのか。白心や、うっ、見える、炎に包まれたパリが。おお、私たちこのパリを守れたんですね。うむ、ついに完璧なる勝利を得た。疲れすらも心地よいな。ねえねえ、
これで町のみんなも戻ってこられるんだよね。そうですね。大切な人たちの眠る町を守れたこと、誇りに思います。ああ。終わった終わった。さて、これでボーナスはどれくらいもらえるんだろうね。よっぽどだよね。パリ救ったんだもん。綺麗な朝、こんなに綺麗なお日様、初めて見た気がします。大神さんたちを笑顔で迎えたかったんです。これでもパリ歌劇団の一員ですもの。うわぁ、かわいすぎる。ええー、なぁ。俺のかわいい後部をこんな傷物にしやがって。たくよ、直しがいがあるぜ。ありがとうございます。あんたたち、よくやってくれたね。やったっすよ。ご苦労さん。ねえ、大神さん。お。みんな揃ったことですし、いつものあれ、やりましょうよ。おう。そうだ、一郎が掛け声かけなよ。それがいいよ。マジか。よし。決め。いいね。あー、全員集合ですよ。いやー、よかったよ。小山さん、私も久しぶりに勝利のポーズしたかったです。無事だった、よかったよかった。元気ですね。姫さん、ここはパリ歌劇団、水入らずにしてあげましょう。そうだね。ほら、あいつの笑顔、朝日で眩しいじゃないか。友情はいいな、オオカミ。なんだその甘い言い方は。いやー、9章終わったからそろそろかな。なんかずっと言ってるような気するけど、これ九章で終わりだと思ってたからな。お、パーティーかな。お、ソレッタ織姫、デニ・ミルヒュストラーセ。おお。皆様、存分にお楽しみください。ええー、のやってくれんだ。いや、この空気。うわー、すごくかっこいいね。華やかな織姫さん、それを支えるレニさん、いいカップルですね。おう。勝利の記念にステージに立つなんて粋じゃねえか、あの二人。のこれ
そういえば、一郎たちはどこ？あ、これはまさか。そいつは聞くだけ野暮ってもんさ。ぐへへ、さすがマダムですわ。平和とはいいものだ。貴公がいたからこそ、あの戦いに勝利できたのだな。そやで。あ、そう褒めるな。ますます貴公のことを気に入ってしまうではないか。かわいすぎる。やはり我がブルーメール家の花婿にふさわしき男は貴公しかおらぬようだ。えっ、花婿。いずれは貴公と契りを交わし、強くたくましい子を産めと両親からの頼りもあったしな。な、もちろん伝えましたとも。当たり前だます。これはもう最終回かな。タレブーさん、王家に婿入りするにはそれ相応の準備がいるざます。皆の者やるざます。喋り方が。ああ、おみこしになってる。これよりブルーメール家の伝統ある花婿検定試験を受けてもらう。試験に合格してこそ貴公は我がブルーメール家の花婿として認められるのだ。おぉ。黙らっしゃいざます。さてお嬢様、用意が整いましたざます。すげえな。うん、者ども、屋敷に帰還するぞ。積極的だな。あのグリさんがここまで変わるとは。と、終わらねえよな。うん、来たな。パリシーの御霊よ、すべての役務を果たし、安らかなる眠りにつくがよ。さあ、聖なる樫の森に帰れ。司祭にして生贄なるものよ。うん、素晴らしきかな、パリ。愛しきかな、パリ。褒めたたえよう、パリ。次回桜大戦3、神様神の地、愛の御旗のもと。子供たち、ゆっくりとお休み。おお、一応見てみっか。みんな絶好調だろうけど。おお、俺防御型になってる。防御型、もう防御型だよね。鉄壁隊長ですわ。いや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 、一番きつかったのはね、レオンの前のあれバリアンとこ。あっこ一番きつかった。2周目もぐるぐる回ってここまで来ました。セーブするたびにまあ一個ずつずらしてやってるんですけど、まあ、必要ないんですけどね、なんかしちゃうんで、つい。というわけで、9章終わったんで、この辺にしたいと思います。お疲れ様です。